ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ブルブルガタガタ、ブルブルガタガタ。おい霊夢、一体何を震えているんだ？ひぃ？なんだ魔理沙か、びっくりさせないでよ。一体何をビビってるんだよ。何かあったのか？いやー、いつ何時地震が来るかわからないから、怖くて震えていたのよ。ああ、年始にいきなり北能登半島地震、現地はひどい状況だものな。亡くなられた方には、ご冥福をお祈りするわ。しかし、あの地震をきっかけに、いろいろヤバい現象を唱える人も増えているんだよ。それじゃあ、今回は能登半島地震で起きた謎の現象について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。あらかじめ言っておくと、今回の動画は、石川県の方々を侮辱したり、おちょくったりするような目的では作っていないから、そこだけ了承しておいてほしいぜ。あくまでも当時現場で起きた自然現象について、いろいろと話を進めていくつもりだ。それで、能登半島で一体何が起きたっていうの？まずは当時のニュースを抜粋した動画を確認してほしいんだが、この動画の最後の方に、雲の向こうで、何やら黒い筋が通ったのがわかるか？確かに何かが通った感じがしたわ。今のは一体、あの黒い筋は、一部では黒い竜なんじゃないか、という話が出ているんだ。黒い竜？何よ黒い竜って、いきなりそんなのが現れるなんて。黒い竜、すなわち黒竜は、中国や日本の伝説に登場する謎の生き物とされている。日本では日本神話の中にも登場し、ヤマトタケルノミコトと黒竜の戦いが有名だ。伝説では、ヤマトタケルノミコトが黒竜を打ち滅ぼしたはずではあるが、今回の能登地震の黒い影のことを考えると、伝説ではなく、本当に実在したのかもしれない。そんなまさか、黒竜が実在するだなんて。昔の人は、地震、雷、大津波など、激しい自然現象などを神や人知を超えた存在が、起こしているものだと考えていた。地震もまた、竜やその類の存在が引き起こしている現象ではないかと考えたみたいだ。ちょっと待ってマリサ、それじゃあもしかして、あの大地震は、黒竜が起こしたものだっていうの？そう断定することはできないが、可能性として3つ挙げられる。1つは、今言ったように、黒竜が地震を引き起こした可能性だ。天変地異を司る存在として、人間に対して何かしらの攻撃をしたという説だな。2つ目は、巨大地震はあくまでも自然由来のもので、黒竜はその地震に驚いて空に飛び出してきたという説。最後の1つは、黒竜が地震を予知して、人間に警告したという説だな。どれも可能性はありそうだけど、どうせだったら優しい可能性の方がありがたいわね。どの説が真実かはわからないし、そもそもあの黒い筋が黒竜だったかはわからない。しかし仮に、あの黒い筋が黒竜じゃなかったとして、それじゃあどういう自然現象なんだ？と聞かれても、それを答えられる人はいないと思うんだよ。なるほどねー、それじゃああの黒い筋は、やっぱり竜だったのかしら？そして次に、この動画を確認してほしい。これは地震の前に、鳥たちが飛び立っている映像だ。うわぁ、動物ってそういうのに敏感だって言うけど、やっぱり本当なのねー。地震が起きる前の微妙な地脈の変化を感じ取っているというらしいんだが、そもそも地脈というものが何か、という話からしていこうかな。地脈というのは、大地の中にある一続きの筋のことを意味しているぜ。主に風水などで使われる、気の流れる筋のことを意味している言葉だ。風水の話が出てくるってことは、ちょっとスピリチュアルな話になりそうな予感がするわ。まあちょっとはスピリチュアル要素もあるかな。創作の小説やゲームなんかでも、地脈エネルギーなんて言って、絶大なエネルギーが登場したりするからな。さて、また黒竜の話に戻らせてもらうが、神話における黒竜というのは、地脈の中に潜む巨大な竜神である、という説も残されているんだ。地脈の中に？ってことは竜なのに、土の中に潜んでるってこと？そういうことになるぜ。黒竜は地脈を司り、地球の核を守る存在だとされている。また、黒竜の存在を信じている人も多く、愛知県知立市にある知立神社では、竜が祀られている。知立とはすなわち知立を意味し、地脈の流れが集中している場所、という意味になるとか。それはダジャレじゃないの、昔の人もそういうお茶目なところがあったのね。他にも、東京の新宿にある池館神社にて、黒竜の魂を祀っているという伝説が残されている。こんなポツンとしたところに黒竜の魂が？それはちょっと、黒竜も怒るんじゃないかしら？怒ってはいないみたいだが、黒竜には特に東京を守ってもらわなきゃいけないみたいだな。東京は全国的に見ても土地が軟弱で、岩盤が簡単に崩壊してしまうような構造らしい。そこで、黒竜の力を借りて岩盤を繋ぎ合わせ、揺れないようにしていると言われているぜ。
黒竜ってそんなにも頼りにされているんだ、知らなかったわ。東京だけでなく、他にも全国的に地脈の流れをたどって、あらゆる土地を見守ってくれているはずだが、あの能登地震の時には、地脈のエネルギーが乱れ、黒竜も大急ぎで石川県まで戻ってきたものと思われるぜ。もしかして、地震の影響もあるけど、すごい勢いでやってくる黒竜に驚いて、鳥たちも飛び立ったとか？可能性はあるかもしれないな。あくまでも可能性だから確定的な話ではないんだが。ただ、本来土の中にいるはずの黒竜が空に飛び立ったことによって、あらゆる変化が起きたようだ。とある動画では、地震直後に空の上に謎の飛行物体が飛んでると言って投稿されていた。これは、さすがに飛行機雲なんじゃないかしら？何でもかんでも地震に結びつけるのはどうかと思うわ。確かに一見すると普通の飛行機雲なんだが、この謎の雲のような物体、実は他の場所から目撃した時に、数が違うという報告が上がっていたんだ。え？どういうこと？ある場所では飛行機雲が3つ見えたという報告があり、またある場所では5つ見えたという報告もあった。見る場所によって数が変わるなんておかしいし、ましてや飛行機雲だとしたら、そんな至近距離にいくつもできるなんてほぼ考えられないんだよ。でも、地震の後に支援物資を送りに行ってるし、その時の飛行機雲じゃないのかしら？支援物資はそもそも地上から送っているし、事故発生直後ではまだそこまでの準備はできてない。だからそんなにたくさんの飛行機が飛んでいるのもありえない話なんだ。それじゃあ一体、この飛行機雲みたいなものは何だっていうのよ？全くわからない。だがわかっていることとして、地震発生直後は、空の上でも異常が起きるということだ。ここで少し昔を振り返ると、3.11 の時にも、空が奇妙な変化をしていたのがわかる。この画像を見てみろ。雲の形が通常ではありえないような見た目になっているだろう？何これ？ 3.11 の時は、こんな形になっていたっていうの？なぜこのような雲が発生するのかは、いまいち判明していないんだ。地震の前兆とも言われているんだが、この雲の変化は交換異常現象とも言われている。交換異常現象？要するに、機器の測定や、科学的知見などは関係なく、人間の感覚に基づいて、地震の前兆と報告される現象のことだな。なんとなく地震の時には雲の形が変わる、と。昔から言われていることから、この雲の形が出来上がる時は逃げた方がいいと言われている。これ科学的に分かってないんだ。もうちょっとはっきり調べてほしいんだけど。もともとは、大地震の予兆ではないかとテレビや雑誌などのマスメディアが、奇妙な形の雲について取り上げて、それがインターネット上に流出したことによって、生まれた言説であるとされているが、意外と本当に地震との影響がありそうだとされている。例えば欧米では、地震の前は普段よりも暑い安定した天気になっていて、その後地震の前触れとして強風や流れ星が起き、曇りの天気が急にやってきて、地震が発生するという。向こうでは、アースクエイクウェザー、つまり地震天気と呼ばれているみたいだな。欧米でも、科学的理由はないけどそんな現象があるのねー。こういった天候における異常な変化も、もしかしたら竜の仕業なのかもしれないが。でも、欧米とかには竜はいないじゃない？だったらやっぱり自然現象じゃないかしら？だとしたら、日本の地震においてはやっぱり黒竜がある程度守ってくれてるのかもな。じゃあ黒竜がいなかったとしたら、もっとひどい被害があったかもしれないの？想像するだけでもゾッとしてしまうわ、そんなの。また、今回の件も 3.11 の時も、一定数人工地震であるという言説が登場していたな。ああ、なんか SNS をチェックすると、たまに見かけるわよ。これは政府がやったことだとか、海外からの攻撃とか。一応人工地震を唱えている人たちも、理があると思って唱えているわけなんだが、このチャンネルでどんな考え方もあっていいと思ってはいるが、一つの説だけを信じ、他の説を一切聞かず、最初から否定する姿勢はあまり感心しないな。そもそも人工地震って何？人工で地震が作れるものなの？ああ、一応人工的に地震動を起こすことは、科学的には可能になっているぜ。まず人工的に地震を発生させることによって、地震波が地中を進んで、地層の境目などで地震波が反射される。反射された地震波を地震計が捉えて、実際にどれくらいの規模の地震が発生させられて、その際にはどのような災害対策が必要になるか、ということを確認することができるんだ。あくまでも防災のために人工地震を発生させてるのね。でもちょっと待って。ってことは、3.11 や能登半島地震の時みたいな、凄まじいパワーの地震を作ることもできるの？そこが人工地震陰謀論の争点になるんだが、残念ながら、人工地震で 3.11 や能登半島地震の、パワーを出すためには、核爆発でも起こさなければとても再現はできないんだよ。例えば、土木工事などに使われる葉っぱ、まあダイナマイトだな。
あれを地下に忍ばせて、一気に爆発させたとしても、ちょっと揺れるだけ。震度で言っても、一瞬1から2程度の地震が発生する程度で、とても威力が足りない。仮にその1000倍ほどの量の葉っぱが用意できれば、多少の揺れは感知できるかもしれないが、そんなものをどこから調達して、人に怪しまれずにどうやって仕込めばいいのか？そして、さらにそんなことをして誰が得をするのかなど、あらゆる観点から見て、人工地震で能登半島地震並みのパワーを出すのは、現実的ではないという結論に至るんだ。でも、もし仮に核爆発を起こせば、あれだけの地震が発生させられるのね。核ってそんなにも恐ろしいエネルギーを秘めているんだ。なんだかゾワゾワしてくるわ。実は、1971年から1972年にかけて、アメリカにおいて地下核実験が行われた。グロメット作戦と呼ばれるもので、アムチト火島における地下核実験で、W71 核弾頭が実際に使用されたことがある。地下核実験としては史上最大規模のものだった。そんな恐ろしい実験をしていたなんて、さすがアメリカはやることもビッグねー。その実験における地震はマグニチュード 6.97。非常に強い地震を観測することができたんだぜ。ええー、そんなに強い地震が起きたなら、やっぱり人工地震で能登半島地震も起こせるじゃない。いや、ところがそれはあくまでも地底内での話で、地上において地震の揺れは観測できなかったんだ。え？そうなの？現実的に可能な範囲で地下核実験を行っても、地上に影響を及ぼすほどの地震は、発生させられなかった。しかも今回実験を行ったのは、アムチト火島と呼ばれる小さな島だ。こんな小さな島すらも揺らすことができないのに、島国の日本を大きく揺らすほどの地震だなんて、そんなの簡単に作れるわけがないんだよ。それに、今も石川県では断続的な地震が続いているみたいだしねー。ただでさえ何度も地震が来て現地の人たちは怯えているだろうし、安全なところから人工地震がどうとかは、あんまり言ってほしくないわね。まあ、人工地震動向に関しては、現状そんな技術は存在しないで片付くことではあるが、地震の予兆とされる地震雲に関しては、今も様々な議論が続けられているな。2023年1月、トルコ西部の都市ブルサにおいて、このような雲の画像が撮影された。これは、まるで地獄の入り口みたいな形ね。空なのに地獄っていうのも変な感じだけど。この雲が発生してから2週間ほど経ってから、トルコ南部において大地震が発生した。そのことから、この雲は地震雲だったのではないかという話が大量に出てきたんだが、最近になって、地震雲についても気象学的に解明できるという話が出てきた。え？これまで光環異常現象って呼ばれてたのに？専門家が言うには、このような雲は吊るし雲という呼び方ができるそうだ。吊るし雲は、山を越える気流で生まれたレンズ状の雲で、天気が崩れる前触れになるとされる。主に山の近くで発生され、日本においては富士山の近くなどで目撃されることが多いんだとか。山の天気が変わりやすいのって、もしかしてこの吊るし雲が原因だってこと？ああ、平地からの湿った風が山にぶつかると、風は山を駆け上っていき、上空で冷えることによって雲を作り、雨を降らす。逆に、山の方で風が吹くことによって、冷えた風は平地で温められ、雲は分解されていき、いい天気になる。つまり、山の上では、空気が温められたり冷やされたりする頻度が高いから、天気が変わりやすい。なるほど、地震の話を聞いていたはずなのに、なんか天気の話になっていったわ。吊るし雲の説明だったんだが、どうも能登半島地震や 3.11 の時には、それだけでは説明がつかないことも起きていたようだ。本来は山の方でできるはずの吊るし雲が平地で、しかも複数確認されていたわけだからな。そういえばそうだったわね。それじゃあやっぱり気象学では説明しきれないの？そういうことになってしまうな。地震というものは昔から人間は恐れていたものだし、常に起きているものじゃないから、詳しく研究するのもなかなか難しい。そういえば私、黒竜と言ったら一つ地震に関係ある生き物を知ってるわ、ナマズよ。ああ。ナマズって地震を起こす生物だって聞いたことあるし、ナマズが暴れると地震が起きるって。日本という国は昔から地震が頻発する国であり、江戸時代にはまだ科学が発展していなかったことから、大ナマズが暴れることによって地震が起きる、と本気で信じられていた。しかし、なぜナマズと地震が結びつけられたかは、意外と知っている人は少ない。江戸時代は、日本人の人口が急激に増えた時期で、地震が起きるとその分被害も大きくなった。人が増えることによって、その分地震に対する関心も高まっていったのがまず一つの要因だったようだ。まあ確かに、数が多ければその分、解決したいって人も増えてくるでしょうし。当時の記録を確認してみると、どうやら地震が起きる直前、ナマズが暴れていた姿を、目撃した人間が複数いたみたいなんだ。
その様子を見た人が、ナマズが地震を発生させている、と考えたのが最初みたいだな。なるほどねー。そういえば、ナマズって地震を感知できるんだっけ？科学的な根拠はないみたいだが、ナマズは水の底にぴったりくっついているし、ヒゲは水中の微弱な揺れをも正確にキャッチできるセンサーの役割を持っている。そのため、かすかな地面の揺れも敏感にキャッチして、逃げなければならないと思い暴れているのかもな。でもそしたら、ナマズが地震を起こしていると勘違いされてしまったと。ナマズも被害者のはずなんだけどな、そう思うとちょっとかわいそうな気もしてくるぜ。どうやら、ナマズと地震が関連付けられたのはそれだけが理由じゃないようだ。進行上の経緯もあったみたいだぜ。進行上の経緯？一体どういうこと？茨城県の鹿島神宮に伝わる神話によると、雷神竹三和地と怪人仏主が、要石を大地に打ち立てることによって、大ナマズを沈めたと言われている。これは、大ナマズと要石を統合することで、世界に秩序をもたらしたことを意味するそうだ。はぁ、要石っていうのがいまいちわからないけど。要石というものは、江戸時代における不動の存在として信じられていた伝説の石だな。そして大ナマズといえば地震を発生させる、すなわち暴れ狂う存在。暴れ狂う存在を不動の石で止めることによって、混沌としていた江戸時代を鎮めたという逸話がある。実際に鹿島神宮に行くと、要石の実物が安置されているんだそうだぜ。え、これが要石？なんか、思っていたよりも小さいものなのねー。本当にこれでナマズを止められたのかはわからないが、伝説ではそういうことになっているな。鹿島信仰における大ナマズの話が広まったのは、江戸時代だとされていて、1855年、安政の大地震が起き、大都市江戸を中心に甚大な被害が広がったとされている。当時、地震という存在に対してまだ未知の恐怖を感じていた人たちは、この実体が見えない現象をナマズに例えて、逆に面白おかしく絵を描こうと考えたみたいだな。地震は確かに人々の生活に打撃を与え苦しめる一方、建築物の建て替えや都市の復興など、経済的な潤いをもたらすものとしても捉えられていたみたいだ。そうなんだ。たくましいわね昔の人たち、今じゃ考えられないわ。ここでちょっと思い出してほしいのが、国有の伝説の話だ。あ、最初の方に言ってたわね。ヤマトタケルノミコトと国有が戦ったって話。日本神話が登場したのは古事記と日本書紀、すなわち712年と720年になる。そして江戸時代が起きたのは1603年から1868年になる。国有の話が出てから、およそ900年から1000年ほどが経過していることになるな。一体何が言いたいのよマリサ。国有は地脈を司る友人であり、ナマズは地震を予知して逃げようとすることができる。なんだかこの2体、関係がありそうな気がしてこないか？もしかしてマリサ、ナマズが国有の生まれ変わり、とか言うんじゃないでしょうね。生まれ変わりとまでは言わずとも、竜の使いとして生まれたとか、そういう可能性はあるんじゃないかと思うぜ。ナマズが竜の使いねー。でもなんかありえない話じゃない気もするわ。能登半島地震の時、もしも国有が人間に対して危機を知らせてくれたというなら、ナマズだって普段から似たようなことをしていると言える。軽微な地震の時は、ナマズが知らせてくれて、大きな地震の時は国有地震が知らせてくれる。こういった役割分担をしている可能性だってあるんだ。本当かしら？確かにありえない話ではないかもしれないけど。まあ、あくまでも予想に過ぎないが、ナマズの皮膚が黒いのも、国有と関係ありそうだしな。そういえば竜にも、ナマズみたいなヒゲが生えているわけだしねー。関係あるって思うと、何でも関係ありそうな気がしてきてしまうわ。まあ、あんまりいろいろこじつけすぎると、これも陰謀論になりかねないから、適度にな。能登半島地震にしても 3.11 にしても、人工地震が叫ばれているわけだが、実はもっと前から、日本では、人工地震についての話がされていたんだ。どういうこと？1923年の関東大震災。下町一帯が火の海と化したと言われている地震だ。当時、被害に遭った男性が、この大地震は西洋が起こしたものだと叫んだ。当時 SNS はなかったものの、明治から大正にかけて日本では、地震と聞くと西洋人が人工的に起こせるものというイメージが定着していたという。どうして？勝手なイメージすぎるわ。それは、イギリス人のジョン・ミルン博士が大きく関係しているぜ。ミルン博士は、明治政府の工部省で鉱山技術を教えるために、1876年に来日していた。そして1880年の横浜地震を契機に、世界で初めて日本地震学会を創設した。地震計を考案したり、日本の地震学の基礎を築いただけではなく、1891年の濃尾地震を記録して、その被害の様子を世界に伝えたんだ。地震のことをいろいろ知るために、日本でそこまで尽力してくれたのね、偉大な人だわ。
そんなミルン博士の名を庶民の間に広めたのは、人工地震の実験。ミルン博士は、自然地震を観察しただけではなく、地震そのものを起こすことに成功した人物として、日本庶民の間で知らぬ人はいないほどの有名人となった。しかし、あくまでも災害対策のために考えた人工地震だったが、皮肉なことに、地震そっくりの人工地震を起こすことに成功した西洋人というイメージが、一人歩きしてしまい、結果的に、西洋では地震を起こす機械が作られている、という風評が作られることとなり、ミルン博士は庶民から嫌われてしまった。そんな、ミルン博士はあくまでも、みんなに地震の恐ろしさを知ってもらって、どうやって防災をするかを考えるために、人工地震を考えたんでしょう？本来はそのはずだが、日本人の防災意識の低さと、陰謀論好きがたたってしまったんだな。そのイメージがそのまま現代にまで引き継がれて、人工地震は兵器として使うことができる。人工地震を起こすことによって、日本に甚大な被害を与えることができる。という陰謀論が今も脈々と語り継がれることとなってしまったんだ。せっかくいいことをしても、そんな風に言われてしまってはミルン博士がかわいそう。昔は SNS もなかったから、小さな酒場や井戸端会議などでされていた。人工地震イコール攻撃、兵器という話も、SNS が発達したことによって、声高々に叫ばれるようになり、結果的に今みたいなことになっているわけだ。そうなると、あんまり地震の原因は黒竜だ、とか言うのも良くないかしら？まあもちろん、黒竜が地震を起こした、他の人間は間違っている、みたいに。他の言説を真っ向から否定するのは問題外だとは思うんだが、個人で考察したり、想像したりする分には別に問題ないとは思うぜ。そう？それならいいんだけど、あとは、実際に被災している人たちがいるってことを、絶対に忘れないことが大切だ。人類が黒竜の怒りを買った、みたいな話もなるべくしない方がいいだろうな。仮に怒りを買っていたとしても、能登半島が被害に遭っていい理由にはならないし。そっか、まあそりゃそうよね。石川県も早く復興してくれればいいけど、天変地異はいつどんな時にやってくるかわからない。私や霊夢が被災する可能性だってあるんだから、他人事と思わず、困っている人がいたら積極的に助けていこうな。もちろんよ、私も被災地の人たちを助けるために、募金は積極的にしてるし、現地に行けるようになったら、たっぷり旅行をして現地にお金を落とすつもりでいるわ。そうだな、現地の人たちに向けて、私たちができることをするのはとても大切だ。今のところまだ石川県に行くのは難しそうだから、募金をするのが最大の力添えになると思うけどな。とにかく、今は石川県の皆さんが一日でも早く日常に戻れることを祈っているぜ。私たちも最大限協力するわ。立ち上がりましょう。そんなわけで今回の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。